ーンズとはどのような概念かをご説明いたしましょう。世界を変える新しく壮大な計画、著作権も現在のマルシーマークと協力して著作権のルールを明らかにしていこうという運動です。そしてこれは様々な著作権者フリーカルチャーの土台を作る手助けにもなります。さてクリエーション、まずは CC マークをつけることによって著作権をある程度保持しながらもそれをみんなでシェアしてもよいということを宣言します。こんな感じですね。これを最初に行ったのはカナダ人作家のフリー・ドクトロー。